それは俺の7歳の誕生日のこと。親父が京都物産展に連れてってくれた。俺たちは手をつないでデパートまで歩いていった。日曜日の昼下がり、5キロの道のりを手をつないでデパートまで歩いていった。八つ橋食わしてやる、親父が言う。京都物産展だからな、絶対八つ橋がある。本当だ、八つ橋はすぐ見つかる。棚の上にたくさん並んでる、いろんな色のいろんな八つ橋。色の白い綺麗な姉ちゃんが言う。いらっしゃいませ、お一ついかがですか。あの姉ちゃんも京都から来たのかな。京都じゃみんなあんな風に綺麗なのかな。ま、あの姉ちゃんが中国物産展の時もいたのは知ってるけれど、想像するのはいつもただだし。試食品の八つ橋を頬張りながら親父が言う。ああ、京都はいいとこだ。飯は飯、女も可愛いんだぜ。それによ、お前知ってっか、京都は昔日本の首都だったんだぜ。親父は何だって知ってる。けど親父には仕事がないし、親父の財布には金もない。俺は昨日学校で会ったことを思い出す。担任の先生は俺の顔を覗き込んでいった。正直に言いなさい、給食費を盗んだのはあなたでしょ。あなたのお顔はとっても泥棒っぽいのよ。正直に言いなさい、あなたこないだ賞を取ったあの作文誰かに書いてもらったんでしょ。あなたにあんな上手な文章を書けるわけないもの。ね、どうして素直になってくれないの。先生にはあなたのこと何でもわかるのよ。先生のことお母さんだと思いなさいっていつも言ってるでしょ。それから俺は夕べの電話を思い出す。夕べ遅く、親父が小さな声でかけていた電話。親父は電話に向かって言った。なあ、もう一度だけやり直せねえかな。そうか、ダメならいい。一泊置いてまた行った。せめて子供の顔でも見に来ねえか。そうか、ダメならいい。俺たちは八つ橋を食べる。いろんな色のいろんな八つ橋。試食品のケースに並んでる全部の八つ橋。すると喉が渇き始める。お茶を探すんだ、親父が言う。京都物産展だからな、必ず宇治茶があるはずだ。俺たちは手をつないで人混みの中を必死で歩く。俺の目に狂いはねえ、親父は言う。絶対にお茶を試飲できるとこがあるはずだ。俺たちはお茶を探して歩く。すごく喉が渇いて、1秒ごとにもっと渇いて。でもお茶は必ずあるはず。だってここは京都物産展なんだから。俺たちはぎゅっと手をつないで歩いてた。絶対に離れないようにきつく手をつないで。俺たちはくたばるわけにはいかなかった。俺たちは今日のこの日を生き抜いていきたかった。だって来週にはこの同じフロアで北海道物産展が始まるんだもの。京都物産展でした。